そう、返せよ虹色の枝。ユグノアジョアートというところに向かわなければいけないのか、めんどくせえな。何やってんの、ヘコヘコと。今年の仮面舞踏会は盛りだくさんだったな。行方不明事件にハンフリー引退、それから前代未聞の商品盗難騒ぎ。でもやっぱり忘れられないのは新チャンピオンアイナさんの誕生だな。ほんと楽しい思い出をありがとうよ。私この街では英雄だな。ずっとこの街にいたいわ。あのじいさんとマルティナちゃん、まるで煙のように消えちまって、最後の最後までミステリアスだったな。でも毎年女同士を見てきた俺っちにはわかるんだ。付き人のじいさんはともかく、マルティナちゃんからは隠せない気品が溢れ出ている。あれはただ漏れじゃないぜ。まあ姫って呼ばれよったもんね。ちょっとあのハンフリーさんのさ、孤児院の様子を見てから帰ろうかなと。帰るんじゃないわ、孤児院の様子を見てからこの街を去ろうかなと思うんだけど。お、クエストあるやん。サイン欲しいな。お兄ちゃん、デルギンス投資してる？気配を消して相手に近づく戦闘の達人で、その戦いぶりから幻の闘士と呼ばれてるんだ。はぁ、幻の闘士のサイン欲しいな。僕、闘士たちのサインを集めてるからさ、デルギンスのサインも欲しくなっちゃったよ。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんもデルギンスを探して、サインをもらうの手伝ってくれない？グロッタの街にいる少年に、幻の闘士って、それはこの街におるわけではないってことな。ありがとう、お兄ちゃん。デルギンスは今回の仮面舞踏会にも参加してたらしいから、まだこの街にいるはずだよ。デルギンス、どんな人なのかな？戦闘の達人だし、きっとムッキムキのマッチで、すごく強そうな見た目に違いないよね。それじゃあお兄ちゃん、街中隅々探して、デルギンスからサインをもらってきてね。よろしくお願いします。クエスト、幻の闘者はどこに？を引き受けました。何それ、ちょっと今すぐやりたい。え、それってさ、それってあの時隠れとったあの人とは違う？違うの？ちょっとめっちゃ気になるんやけど、絶対あの人やと思うんやけど。っていう私の今のところの予想、どうだろう？私の予想、合ってんじゃないの？ちょ、あの場所に向かってみるよ、私。え、待って、あの場所に向かってみるは、見るよはいいんやけど、どうやって向かうんやっけ？上に、ひたすら上に登っていけばいいんかな？びっくりした、なんかと思った、井戸か。デルギンス、デルギンス、絶対あれやと思うんです、私。絶対あれやと思うんです、私。ちょ、登りたい。で、絶対ムキムキとかじゃなくって、あのヒョロヒョロなんやって。これやろ、これ。え、違う？あ、でもそっか、この人弱気やったな。え、デルギンスという闘士を探して、あ、やっぱりほら！デルギンスは私ですが、一体どんな要件でしょう？え？孤児院の男の子が幻の闘士と呼ばれる私のサインを欲しがってるですって？いやいや、それはないでしょう。だって私、幻の闘士だなんて、一度たりとも呼ばれたことがないですよ。なんせ仮面舞踏会では影が薄いせいで、誰からも気づかれず、パートナーと組めなくて予選落ちどころか抽選会落ちです。隣に立って声をかけても、相手の闘士は気づかないくらいで、とほほ。ある意味伝説じゃない？ですが子供の目は壊したくないですね。わかりました。私なんかのサインでよければ、どうぞ持っていってください。お、アイナは幻の闘士のサインを受け取った。初めてのサイン緊張したな。お、グロッタの街の孤児院にいるサイン好きの少年に渡しに行こう。さあ、少年よ。幻の闘士デルギンスのサインをゲットしてきたぜ。お兄ちゃん、デルギンスを見つけてサインもらえた？もらえたもらえた。はい。うわぁ、これが幻の闘士のサインか。ありがとう、お兄ちゃん。ねえねえ、どんな人だったの、デルギンスは。え、隣に立って声をかけても相手に気づかれないの？デルギンス気配消しすぎでしょ。すごいや、さすが幻の闘士だな。もし戦ってたら、チャンピオンのお兄ちゃんも危なかったんじゃない？僕ファンになっちゃったかも。もらったサインは大切にしないと。そうだ、お兄ちゃんにもお礼をしないとね。正直にそのまま話しても、全然大丈夫やったね。ファンになった。グロッタの街に少年に頼まれ、幻の闘士のサインを渡した。幻の闘士は影が薄く、対戦相手にも気づかれないという闘士だったが、少年はファンになったようだ。やったね。デルギンス最高！隣に立って声をかけても相手に気づかれないなんて、デルギンスすごすぎ。サインのお礼も言いたいし、デルギンス本人にやっぱり会ってみたいから、今度デルギンスを頑張って探してみるよ。多分見つけれないんじゃないかな。かわいそうだけど、多分見つけれないんじゃないかなって思うよね。お？何？
ここは少年がやってるの？すげえね。ハンフリー兄ちゃん頼まれて、神父さんのお仕事してるの。うまくできるかな？ね。僕たちのお家の教会へようこそ。さあ、ご用は何ですか？大丈夫よ。神様はいつも僕たちを見守ってるんだって。じゃあまた来てね。軽いな。軽い神父様だな。あ、そういえば、部屋の修理は大丈夫？ちゃんと片付いてる？お、綺麗やん。ここかどうかわからんけど。こっちやったっかな？こっちやったかな？ハンフリーの部屋。あ、違う。子供がいる。勉強熱心だね。チャンピオンじゃなくなったって、ハンフリーさんはいつまでも強くてかっこいいヒーローだい。ごめんね。ごめんね、チャンピオンの座を奪ってしまって。ハンフリーさんはどこにいるの？いないの？部屋におるんじゃないんかな？この辺はなんか子供たちの部屋なんかな？向こう側か？いや、違うよね、多分。こっちは地下につながるところか。あれ？これ以上部屋はない。これまでずっとうちらのために頑張ってくれたハンフリーの兄貴には、うちはお疲れさんって気持ちでいっぱいや。うちは大人になっても、兄貴からもらった恩のことは絶対に忘れたりせえへんで。いい子だなぁ。あ、アイラ兄ちゃん。ハンフリーさんは地下のお庭にいるよ。元気な顔見せてあげてよ。お、なるほど。地下にいるのね。オッケーオッケー。地下に庭があるっていいの。お、元気な子供たちだね。よう、アイラ。俺な、当主を引退することに決めて、今までのことみんなに打ち明けたんだ。町の奴らはこんな俺を受け入れてくれた。まったくお人よしな奴ばっかりだぜ。試合に負けた時は厳しいくせんな。これから俺はこの町のためにできる限り貢献していきたいと思ってる。それが俺にできる償いだよ。あ、ちゃんと話したんやね。えらい。あのね、もうハンフリーさんはお仕事で遅くならないんだって。ずーっとここにいてくれるんだって。子供的にはその方が嬉しいのか。ハンフリーさんから全部聞いたよ。舞踏会で優勝するためにハンフリーさんももろ手を組んでたんだってね。これから俺も働いてハンフリーさんにも楽させてあげなくちゃ。だって俺たち家族だもんな。いやー、ほんと何、心優しい子たちだ。キャハーイ、待て待て。楽しそうだね。楽しそうだね。さあ、そして私は今からユグノア城跡に旅立つわけですよ。ハンフリーさんの元気な姿も見られたことだし。さあ、ユグノア地方出てきた。で、馬を呼びます。やっぱ馬必要よね。あ、さっきまでこんなにおったっけ。さっきまでこんなにモンスターいました。あ、これ登れんのかな。なんか登れそうな感じしなくもないような。あ、でも地図上にないけん登れんのかな。あ、これで登って戻っていきよった。危ね。危ね。ユグノア城、あ、あそこ、あ、やっぱり通り過ぎてきたとこやね、あれ。え、違うか。違うかな。違うような気がしてきた。違うような気がしてきたけど。あの、普通に、あ、あの、ドクロの町とかあったとこやない、ユグノア城跡って。お、違うのか。お、違うのか。誰って感じだけど。お、なんか光寄る。金の鉱石を手に入れた。とりあえず。この人何、常についてくるの怖っ。この人常についてくるのめっちゃ怖いんやけど。何これ、食べれる、もしや。あ、なるほどね。休むことができるってことか。ちきしょう、あのじいさん。やっぱ飛んだ食わせ者だったんだな。だった、ん？食わせ者だったな。まんまとはめられたぜ。虹色の枝、あくまでおとりだ。あいつらの狙いはどうやら、あゆな、お前にあるらしい。イグノア地方の西の方には指定されたイグノア城跡がある。行って確かめるしかないな。よね。あれ、あんなに輝きよったっけ。これってさ、あそこで、あ、一応一回キャンプをすれば、一回キャンプをすれば、ルーラで行けるようになる。
じゃあキャンプ場を見つけたらとりあえず休憩をしろってことやね、中に入って。そうしないとこのルーラーポイントができないんだ。あ、やっぱりこれ？え、やっぱりじゃないね。違うね、来たことないね。これは城下町かな。ボロボロやけど。さあ、ここでいます。ここは城下町か。はい、やってきたよ、ユグノア城跡。へいへい。こいつは何？ここがアイナちゃんの故郷、ユグノア王国ね。噂では聞いてたけど、ひどいありさま。荒れ果てとるね。やられたんかな。16年前、世界一の歴史を誇るユグノア王国は、魔物の大西軍に襲われ、たった一晩で滅びたそうよ。一晩でつら。ユグノア王や王妃、そして偶然訪れていたデルカダールの王女様も、魔物に殺されたと聞いているわ。うわぁ、偶然。最悪やん、そんな日に限って。もしかして、その王と王妃って、アイラちゃんのお父さんとお母さん？まあ、多分そうだろうね。王子だもん、私。私。にしても、仮面舞踏会で戦った、あのじいさんと女舞踏家はどこにいるんだ？呼びつけておきながらもったいぶりやがって。お、何、おった？あ、奥の方にかがり火が見えるわ。もしかしたらあそこにいるんじゃない？ちょっと行ってみましょうよ。ん？あれ？あんなとこに火つけたん？ほいほい。なんか恐竜みたいなのいますけど。いっぱいいますけど。恐竜っていうか、まあ、ドラゴンね。ドラゴンね。あ、この先は、この先はあれですか？降りないといけないっていうやつですか？くっそー。階段が瓦礫で下がっている。この先を通れなさそうだ。通れないじゃないか、結局。ちょっと待って、濡らせて。どこに行けばいいのじゃ、こっち？てか、かがり火はどのあたりにあったんだ？ちゃんと見てない。ちゃんと見てない。いや、あれやんね。あれってことは、なんか別の方向から行けたりとかするってことかな。どの辺？こっちからとか？いや、ここも瓦礫があるな。ってことは多分行けない。いや、行けるんかな？もしや。ちょ、待って、一旦降りるね。降りて。あ、くそ、行けるんかと思ったのに行けんやないかい。あ、こっちに階段ある。あ、こういうところから向かって行けってことかな。魔獣の皮を手に入れた。くっそ、ジャンプで上がっていけないか。ち。ち。ちょ、待ってね。こういう細かいところがいっぱいあるところは馬いない方がいいのか。え、かがり火は？めっちゃドスドスいい夜。めっちゃドスドスいい夜。お、スライム離せるこいつ。プルプル。ピキー、いじめないで。僕悪いスライムじゃないよ。いいこと教えてあげるから信じて。この井戸はお城の方に繋がってるんだよ。もしもかがり火のあるところに行きたかったら、この井戸に入ってね。ピキー。よくおるよね、こういう。いいスライム。僕悪いスライムじゃないよっていうスライム。お、これで、これでかがり火のところにたどり着ける？結構明るいね、ここ。地下にしては。地下というか、井戸の中にしては。お、びっくりした。まあ、井戸の中やもんね。多少水ぐらい残っとるよね。あ、ここから上がれるっぽい。あ、そうか、自分で上がらんといかんのか。勝手に上がってくれるものと思ってしまう。ユグノア城跡。あ、もう何？かがり火のすぐ下にたどり着くんかと思ったら、そういうわけではないんやね。オッケー？オッケー、オッケー。あ、おった。そう。返せよ、虹色の枝。ほっほっほっ。お主らが来るのを待っておったぞ。
一緒にいた姉ちゃんの姿も見えないが、じいさん一人だけか？ゆえあって、姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれたの。さあ、来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の枝を返してもらおうか。俺たちにはあの枝が必要なんだ。ふん、お主たちに必要とな。どうした？それはアユナが勇者であるからかの？じいさん何者だ？16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの舞踏会で手の技を見たときは、心の像が止まるかと思っ、心の像、真の像かな。真の像が止まるかと思ったわい。アユナにどうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけこの老人に付き合ってもらうぞ。何よ何よ。こっちじゃ。遅い。歩くの遅っ。どれぐらいのスピードでついていけばいいこれ。しばらく見守りよっても大丈夫な気がする。だってこれ普通に。これぐらいのスピード？これでいけばいいんかな。はいはいはい。ついていきますよ。それでも抜かす。それでも抜かす。どんなスピード遅くない？ちょっと。もうちょっと早く歩いてくれないかな。ほら、めっちゃ歩幅合わしよる。超優しいやん、私。超高青年やん、私。へい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 。あ、着いた？着いたんや。ここ？なんもなくない？この地は辛い思い出が多くてな。おい、じいさん。あんた何者なんだよ。ここの人？このおじいさんも。あの頃わしは隠居しておったの。ジョーカーに降りては民と、灰を、灰所で杯を交わし、笑い合う。そんな毎日を過ごしておったのじゃ。じゃが16年前のある日じゃ、あの日、魔物たちが全てを奪っていった。今やかつての栄華は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。おっとすまんの。アイナに見せたかったものは別にあるんじゃ。では行くとしよう。まだ歩くの？まだ歩くの？お、なにその、お墓？もしや、お父さんお母さんのお墓かな？おじいちゃん、このお墓は？やっとお墓参りができるってこと？お父さんお母さん。この国の、ユグノアの国王夫妻の墓じゃよ。言い間違い多いぞ。それってつまり、アユナちゃんの、ということよね、きっと。やっと、さよ、勇者アユナの実の両親、すなわち、16年前に亡くなった、わしの娘と婿殿の墓じゃよ。お、あ、え？おじいちゃん？マジでおじいちゃん？え、ということはあんたアユナのじいちゃん？娘も死に、婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると、そう思わなければ、あまりにも辛すぎた。マジか、こんなところで実のおじいちゃんに再会したわ。だから16年間、わしは追い求めたのじゃよ。なぜイグノアを滅ぶことになったのか、その原因を探るのを生きる目的としたのじゃ。そして私も生き残りと。なるほどね。そして各地を回り、わしは知った。勇者伝説の信奉者伝官であった名優、デルカダール王の変身をな。16年前のあの日から、デルカダール王はまるで人が変わったかのように、勇者を悪魔の子と呼び、非難を始めたんじゃ。あ、自分の奥さんが死んだけんってこと？王女って言ったよね。あまつさえ自分の娘の死まで勇者の仕業として世に広めている始末。わしには王が正気であるとは思えなかった。あ、王女じゃなくて姫。デルカダール王の娘か。裏で何かが起きている。亡国の真相と盟友の変身。二つの謎を必ずや解き明かしてみせると誓ったのじゃ。
まあ娘が死んでちょっと気が触れとるっていう感じなんかな。エレノアよ、アーウィンよ、喜べ。お前たちの息子じゃ。元気に生きておったぞ。お墓は後からおじいちゃんが作ったんかな。よく戻ってきたな、我が孫よ。よくぞ、よくぞ生きていてくれた。こうして16年ぶりに愛する孫と再会することができたんじゃ。このじいの頼みを聞いてくれんかの。ユグノア王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があってな。非業の死を遂げたエレノアたちを共に弔ってほしい。それはもしかしてリュウレイの姿が見えるとかそういう感じのやつですか。儀式は城の裏山にある祭壇で行う。お主も祭壇まで来てくれ。了解です。やっぱりゆっくりやな。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。